北朝鮮の専門旅行会社、高イツアーズは、北朝鮮の集団体操が来る6月、タイトル、人民の国で再開する予定だと明らかにした。高イツアーズは18日、公式サイトを通して2019年マスゲームが6月に開始され、10月まで行われる予定だと明かした。当初、 今年のマスゲームは9月9日、北朝鮮の政権受立記念日を前後に再開されると伝えられていたが、3ヶ月ほど前倒しになることが分かった。高来ツアーズは、まだ正確な日付を待っているところだが、マスゲームは週3から4回開かれると見られると伝えた。